続いてのお便りです。こんにちは。いつもウニプレイさせてもらってます。質問なのですが、ガード括弧4入れから 236C、ちょっと待って、読めなくなっちゃった。236C を出そうとするときに、41236が暴発します。46236と入力すると、623が出ます。ガードから 236C をヨガフレームにしないようにするコツはありますか？これね、地獄ですね、これはね。昔、アンダーナイトインバースを作った開発者に言いたい。波動とヨガを混合するな。ま、一緒に入れるな。波動とヨガをね、ちょっと一緒に入れるなという話ですね。申し訳ない。まあで、一応ね、出さない、出ないようにするコツはあります。あります。例えば、後ろに入れといて、波動を入れると、本当にちゃんと入れると、絶対、オービタになるのよ。こうなる。ほら。波動とヨガを一緒に入れるな、高校。効果斉唱。ワーグナーの系統新派生で早いと裏回りで、ディレイかけると裏回らないみたいな感じです。あ、まあまあ、そんな感じです。逆か？早いと、ワーグナーのやつも、手前で遅いと裏じゃねえか。いや、逆か。まあ、ワーグナーちょっと特殊かもしれない。まあ、オリエは、要するに相手の吹き飛びの、いや、ごめん、合ってるか。ワグナーも波動の横の吹き飛びがあって、その吹き飛びに追いつく前に、派生を出すと、出さないと、みたいな話になるから、早いと、手前、遅いと裏っすね。で、待って。いや、逆だよ。ワグナー逆だよ、やっぱり。ワグナー逆だ。で、とりあえず、このコツなんだけど、ニュートラルを挟みましょう。こう。後ろ入れとくニュートラル波動。後ろ入れとくニュートラル波動。ニュートラル波動。こうやっといて、後ろ入れといて、一回ニュートラルにしてから波動を入れ直す。下手くそする入力が。こんな感じ。まずこれが一番大事かな。ガード状態から波動 C が出したいなって思ったら、こう入れといて、一回ニュートラルにする波動ってやるしかない。確かね、できるかな。ヒットボックスじゃないとできねえか。難しい。難しい。できた。まあまあ、ちょっと入力汚いけど、まあ、こんな感じで、一回ニュートラルが挟まってると、これってさ、後ろ、斜め後ろ、下、斜め前、前、よ、C って入れてるけど、ニュートラルが挟まってるじゃん。これだと、オービターなんですよ。見えるかな、これ画面。まあ、こんな感じで、ニュートラルさえ挟まっていれば、大丈夫。大丈夫なんです。何フレームぐらいだったかちょっと覚えてないんだけど、まあ普通に人間の感覚的に入れるだけで確か大丈夫。こんな感じで後ろ入れといて、ニュートラル入れて、斜め後ろからぐるっと回しても、これはオービターになるっていう感じで、一回ニュートラルを挟むといいです。あ、確かにそう、4フレぐらいかな。それはそうかもしれない。同じように昇竜とかも、うん、4フレ以上ニュートラルが開くとこんな感じで、その昇竜にならないのよ。前下斜め下って入ってるけど、これコマンド的にこれで汚すぎるコマンドが、まあ、これせめてこうしよう。これでさ、ほら今オービターが出たじゃない。
これは昇竜なのよ。これは昇竜。あ、ニュートラルが2フレームぐらいしか入ってないから、これは昇竜拳が出るんだけど、これだったら波動なのよ。ニュートラルが5フレーム入ってるから。だから要するに、ニュートラルをちょっと長めに入れると、その前のコマンドがちょっと切れるみたいな、そんな感じで考えてもらうといいかなと思います。なんで、ガード中、波動し出したいなって思ったら、一回パンってレバーから手離して、ぐるっと回すと、いいと思いますので、まあそんな感じでやってもらえると嬉しいです。まあ、波動とヨガをね、一緒に入れるなっていう話ですね。はい。ご質問いただきありがとうございます。